世界でもトップクラスの技術とサービスを誇るとされる日本の宅配便。今年1月にアップされた日本の大手宅配業者の一つである佐川急便の女性社員の1日に密着した YouTube 動画が今大きな反響を呼んでいます。この動画では佐川急便で働く女性社員が朝起きてから夜寝るまでの一日の生活を通して真摯に仕事に取り組む姿勢や同僚との交流も大切にしながら楽しそうに働く彼女の姿を垣間見ることができます。そんな彼女の姿は日本らしい文化や習慣を体現しており、多くの外国人視聴者の目に留まったようです。例えば出勤のタイムカードは7時01分と分単位で記録。しっかりと行われる社員同士のコミュニケーション、破損や損傷がないように、また配達ミスがないように丁寧に取り扱われる宅配荷物、毎朝ピカピカに磨かれる宅配車、すべてのドライバーの体調チェックと記録など、日本人らしい丁寧さや繊細さ、確実性があふれています。またドライバーの安全と顧客への満足度を高めるための会社のきめ細やかなマネージメントも注目されています。海外の反応、日本は配達先まで安全に荷物を届けることに全力を尽くす。私の国ではドライバーが荷物を盗んでしまうことをコントロールできないよ。なぜ日本のものは世界でNO.1のブランドになるのか知ってほしい。日本人は自分たちのすることに誇りを持っている。大きいこと、小さいことに関わらず、本当に素晴らしい。私は日本の責任を重んじる文化や綺麗好きなところが大好きだ。アメリカももっとここから学ばないとね。素晴らしい。日本の文化は他の国と比較しても聡明だ。ブラジルから応援しているよ。もし全ての国が日本のように互いを尊重し合い、マナーをしっかり守れば、この惑星はもっと素敵な場所になるだろうね。私を日本に住ませて。日本の基準や価値は本当に高い。綺麗で安全で効率的で信頼性がある。そして彼らは笑顔と一緒に配達をするんだね。私の感想、日本人は礼儀正しい、時間厳守といったことは海外でも有名ですが、この動画の海外の反応を見ていると、改めて日本のサービスの質がいかに高いかを感じさせられます。私たち日本人は荷物が正確に、そして無事に届くことは当たり前だと思っています。ですが海外では配達途中に盗まれたり、取り扱いが雑で届いた時には壊れていたり、なんてことが当然のようにあるようです。こういったサービスは日本のおもてなし精神に基づいて成り立っているものだと思いますし、この精神が海外の人にまで届いていることを嬉しく、また誇らしく思います。